マレーシアのマハティール元首相は今日来月にも行われる下院議員選挙に議席を持つ、北部ランカウイの小選挙区から出馬すると表明しました。マハティール氏は現在97歳で90代後半で選挙戦に出馬するのは世界的にも異例です。マハティール氏は今年1月持病の心臓病が悪化して手術を受けましたが回復しました。